GPS は全然動いてないですね。ひょっとしたらスボはこいつでいけるかもしれませんよ。明日もう一回かけてこれでかかったらこれ積んでいきます。200R37F の CDI の分解に挑戦してみることにしました。ちょっと今までを振り返ります。気圧が低いと吹けないだろうということで、キャブの清掃、パイロットジェットの交換、メインジェットの交換、油面調整などいろいろとやってみてですね、これ全部ダメで、気圧が低いと吹けないんじゃなくって、湿度が高いと吹けないんじゃないか、つまり雨が降ってると吹けないんじゃないかということにですね、気づきがありまして、でこれでイグニッションコイルを交換してみたらですね、 OK だったんです。でこれで、雨だとダメ子だと気づく、雨の日ダメ子だと気づきました。ところがですね、時期に晴れでも吹けなくなったんですね。ですので CDI を交換してみました。落札して、で OK になりました。わー、なんか DT のことよく分かってきたなーなんてちょっと思ってたんですけれども、ちょっと CDI が心配と。なぜかというと、アマゾンコイルはですね、測ってみたら、1次抵抗値、2次抵抗値ともに、かなりですね、基準値から外れてたんですね。ですので、純正の落札したイグニッションコイルに交換しました。OK。まあ、これで、しばらくずっと心配なく走れるだろうと思ってたら、はい、また、雨だとダメ子になっちゃいまして。で、おかしいなと思って、ハンダ割れ対策ですとか、CDI マグネットをですね、などの抵抗値計測などしてみたんですけれども、分からずその辺原因じゃないと、はい、ですので、純正イグニッションコイルの、まあ、ハイテンションコードしかないんじゃないかと推測して、でイグニッションコイル交換してみたんですけど、ダメですね。でプラグキャップ交換してみて、ダメ、イグニッションコイルを純正にまた戻してみて、ちょっと良くなったんですけど、すぐダメで、結局ですね、晴れでも吹けなくなりまして、またもう一度、CDI 落札してですね、交換してみました。で、OK になったんですよ、爆発したんですけれども、不安ですと、また、雨だとダメ子になって、また晴れでもダメ子になってという風になるんじゃないかということで、そんなこんなで、いろいろな作業をして開始しております。では本編どうぞ。雨でも晴れでもダメ子症状を改善するために、まあ、プロップマンの社長にも相談したんですけどね、そりゃもう CDI だろうということで、CDI を急遽、はい、落札しました。ただ、その社長の話によると、この中のコンデンサーを交換しないと結局、まあ、同じことの繰り返しじゃないかということで、まあ、いつかはですね、この CDI 何個かありますから、それのコンデンサーを交換してみて、そのうまくですね、いくようになるのか、ちゃんとエンジンが爆発するようになるのかっていうのは確かめたいと思います。ちょっと今回はとりあえず、この落札したものに変えてみてどうなるのか、それを確認したいと思います。装着しました。イグニッションコイルも今までの中で一番何かこう感じのいいやつに変えてみました。はい。プロップマンの社長の言う通り、CDI なのかどうか。CDI も今まで落札した中じゃ多分一番程度がいいんじゃないかなと思うんですよね。どうかな。頼むぜ。
ったね。うん、社長の言う通りだね。CDI だね。でもこの CDI も、まあ、もうじきコンデンサーがいかれてダメになると考えると、やっぱり今手持ちの CDI の修理をなんとか頑張らないとダメですね。それはちょっと社長にアドバイスを受けながら、徐々にやっていきたいと思います。よかったよかった、これで走りに行けるぞ。結局ですね、今何をやってるかというとですね、押してます。あのやっぱり CDI ダメになっちゃったみたいで、ツーリングに出かけたら途中で止まっちゃったんですよ。なので今一生懸命押してます。もうあの景色を楽しみながら押すしかないですね、はい、なかなかいい景色です。頑張って押しましょう。雨の日ダメ子、晴れの日ダメ子の究極のですね、原因を探るために、これはサナナ F の CDI です。でこれをですね、プロップマンに来てバラしてもらいました。はい、筐体っていうか外側はあの粉々になったんですけども、どうやらですね、社長によるとこのコンデンサーがダメなんじゃないかと、ということでこのコンデンサー交換計画を始めたんですけれども、これあの今この青い部分、青く見えないかな、まあ、黒い部分があのすごいこうなんて言うんでしょう、粘着性、柔軟性のある樹脂なんですよ、ゴムみたいな。だからそれをちょっとずつ剥がす作業を今してます。でこれ全部剥がすとコンデンサー交換できるという、はい、ちょっと先人のウェブページなども参考にしながらやろうと思いますが、これはかなり果てしない戦いになりそうですね。頑張ります。その先人のですね、ウェブページというのはこの元プランさんのブログです。でこれ DT200 の 37F ですね。はい、何度も見た CDI です。これ筐体をばらして、でこれシリコンで埋められていると。あ、シリコンなんですね、これ。撮ってますね。頑張って、かけらがいっぱい落ちてます。で、これコンデンサーが見えてきました。1、2、3、4、5、こう、5個と。はい。で、まあ、この辺まで撮ったら、不良であろう、コンデンサー類を基板から取り外しました。これ全部取り外したんですね。この円筒形の筒を5個。ここまで取り外すと、後のゴミっていうのは、まあちょっと掃除しやすくなるのかもしれませんですね。では、新しいコンデンサーつけてます。なんか微妙に大きさ違うな。うん。まあ、いわゆる同性能であれば、微妙に大きさ違ってもいいっていうことなんでしょうね。はい。で、元の筐体に戻すと。やりたいのはこれなんですけど、できるかな。予想はしてましたけど、厳しい戦いですね、これは。なかなか辛いです。もうあの、ほじくり返してます。なんか薬品とかで溶かしたいよね。なんかトルエンがいいらしいんですけど、トルエン素人買えないですからね。困りますね。0.47μF、50V って見えますね。あとの文字は、ちょっとわからん。剥がれちゃったんですよ。なんか厳しいっすね、この作業。辛いの。まとめます。シリコン充填剤の除去がなかなか大変ですね。まずこれプロップマンに行って、コンターでボックスをこうバーンと破壊してもらいました。切ってもらいました。で、ウェブのあの元プランさんですか、のブログでコンデンサーの位置を確認しまして、これ大きかったですね。コンデンサーがこの辺にあるって分かってますから、他のところ全部無視できますからね。本当にあの先人の情報っていうのはありがたいですね。で、カッターや千枚同士でちぎっていきました、どんどん。で、不器用ながら限界まで除去したつもりではあるんですよ。これ以上やるとですね、なんか危なそうな気がしますね。で、あの、未だにまだコンデンサーの情報不明が3個ありまして、はい。なんとしてでも、そのコンデンサーの情報がわからないと、あの、なんていうの、交換後の、あの、新品のコンデンサー買えないですからね。
でね、でもこれ以上な、ほじくり返すと、基板自体は私傷つけそうなんですよね。ですので、シリコン樹脂をですね、溶解する溶剤のようなものがないのかというのを、ちょっと探してみたいと思います。次回お楽しみにしてください。ありがとうございました。